見つからないご主人。グループダンサー。ある日、綺麗な女が人を探してくれるオフィスに行きました。はい。失礼します。はじめまして、私は田中ビヨンセと申します。シャーロックさんですか？はい、シャーロックと申します。助けてください。田中さん、どうしたんですか？ビヨンセでいいです。シャーロックさん、3日前から私の主人が全然帰っていないんです。何か起こってしまったと思います。そうですか。じゃあご主人が最後に出かけた日、何をするつもりかとか、どこに行くかいましたか？はい、大きな会社で働けるようにインタビューに行くと言いました。実は父は宇宙から帰った有名なパイロットのドナルド・マクドナルドなので、主人は給料が高い仕事をしなければならないと考えていたと思います。え、あのドナルド・マクドナルドですか？すごいですね。あ、すみません、心配しないで、僕が探してご主人を絶対に見つけますよ。お願いします。次の週、ビヨンセさんはシャーロックさんのオフィスに行きました。失礼します。あ、ビヨンセさん、コーヒーを飲みませんか？それはちょっと。あの、シャーロックさん、何かわかりましたか？さあ、会社に電話をしたとき、受付によるとご主人は就職しなかったそうです。実は誰も彼を知りません。そうですか。じゃあ何をした方がいいかな。一人でいるのは寂しい。一人じゃないよ、僕が恋人になればどう？え？さあ。その夜、二人はクラブに行って楽しむはずでしたが、びっくりします。このバーは人気がありそうだね。じゃあここで飲みましょうか？はい、いらっしゃいませ。私はウイスキーにします。あ、じゃあ僕も。ねえバーテンダーさん、何回もこの道を歩いたけど、なぜこのバーに気がつかなかったんだろう？先週から始めたの？いや、先週新しいダンサーが働き始めたので、本当に人気が高くなってきたんです。あのステージで踊っていますよ。すごくセクシーだぜ。うわぁ、すげぇ。おぉ、あなた何をしているの？ステージから降りなさい。なぜここにいるの？なぜ帰らないの？私が心配するだろうとは思わなかったの？ビヨンセ、ごめん。実はサラリーマンになりたくなくて、会社のインタビューじゃなく、ここでダンサーになれるようにインタビューにいたんだ。恥ずかしかったから。そうだったの？でも、ダンサーとして本当に上手よ。ビヨンセさん、その人は？私の主人よ。ダンサーはディテクティブより面白いわ。じゃあ、あなた、仕事がまだあるわね。私は見ながら待っているから、終わったら一緒に帰ろうか？うん、怒らなくて嬉しい。じゃあ見てね。じいさん、僕たちをほといて。じいさん、僕。さようなら、シャーロックさん。あなた、かっこいい。ステーキ、世界で一番だよ。田中ビヨンセとバーテンダーはクラックでした。ナレーターとシャーロックと主人はゲストでした。